でね、そうだね、最初出会った時は全然違うね写真と今写真と生ね、まあいろいろあったけどね、その長い使ってる、まあ使ってるというかもう結婚してるんだけど、で子供たちの面倒見ども手伝ってくれてありがとうね、いろいろやってくれてありがとうね、ね、どうしよう私なんだけどねこの性格なんだけどね、まあ多分ね、顔だけパパだけが私の性格が全部アクセプトなんていうの日本語この性格、この、たまに頭固い、たまにすごくる、まあ全部受けるっていうの受じる、わかんないね、まあそれでも全部いろいろやったけどね、全部子供たちまでやったね、やったこれでありがとうねパパね、前向きで4人で幸せなハッピーファミリーになりますように、あと何わかんない、まあパパは、まあ、いつも言ってるけどパパは大きい声出して私頭送るで慣れてないからね、あと文句言うけどでも頑張ってるじゃん、頑張ってるでしょ、頑張ってるねパパ、まあ文句はしょうがないけどだけどね、でもなんかミリタリールール Obey first before you complain ねあみんな多分自衛隊のルールがわかるね、で、まあ5年間でいろいろあった、苦しい時、幸せ時、いっぱい喧嘩でもすぐ治ってる、仲直り仲良し、たまに私頭おかしいねごめんね、その出会い系サイトの写真がごめんね、それは前だからだよ前の仕事をやってたんだからね、ベッドメイキング、今はどんどんポタリで幸せで撮ってるんだからね、まあそれでいいんじゃない病気ならないようにね、まあ、仕事頑張ってねパパ、 Don't give up you know 子供たちのため、私も頑張ってるからね、夜勤もやってるから、パパと子供たちのために、まあ、生活のために、まあ親だから何でもできる、何でもまあ何でもっていう言葉が、そういう親の言葉かなね、
まあ5年おめでとう、ハッピーフィフアニバーサリーパパね。出会ってからマハリキタいつも言ってるよ。マハリキタ言わないともうアウトだからね、もうダメだからね。ね、でもパパはパパはなんだけどね、それはしょうがないよ、パパの性格なんだから。もう全部受け取ったんだからね。まあ日本語おかしいなんだけどね、私の日本語ね、まあ、たまに日本語下手くそ、勉強してないから。まあ5年間いろいろあって一緒に頑張ったばたり、子供たちにもこれから頑張ろうね、パパ。マリキタいつも I love you、 愛してる、てあもご愛に、愛してる、愛してます、もう Love you パパ、 Love you。